つが新型ソージーか。その通り、出来たてほやほやの新型ソージーなのじゃ。たまげたろ、たまげたろ。話には聞いてたが、実際見るとかなりでけえな。外で走らせるのは初めてなのじゃが、なかなかの迫力じゃろ。名前はお掃除丸じゃ。お掃除丸、そのまますぎねえか。これからお掃除丸は伊勢崎偉人町のランドマークになるのじゃぞ。親しみやすい名前ほどベターじゃろ。まあこんだけ出かけりゃ嫌でも人目につくからな。親しみやすさは大事か。では今からテストも兼ねてお掃除丸の機能を披露したいのじゃが、今時間はあるかね。そうか、では早速テスト運転を始めるぞ。 お掃除丸テストモード。お待たせしました。起きた博士です。しゃべった。こんなのお掃除丸、私の今日の運勢を占っておくれ。ついていない一日です。飼い犬に手を噛まれるでしょう。ありゃまあ、カメタの餌やりの時は気をつけるとするかの。ではお掃除丸、今日の気候はどうじゃ。肌寒い一日です。羽織物があるといいですね。確かに肌寒いな。ではお掃除丸、コーヒーを入れておくれ。はい、どうぞ。温まりますよ。すげえ、お掃除丸何でもできるじゃねえか。そうじゃろ、いろんな機能を森に盛り込んだのじゃぞ。この他にもマッサージアームが内蔵してあって、低周波マッサージモードもあるのじゃ。すごいじゃろ、すごいじゃろ。ではこのままお掃除丸の吸い込み機能を試してみるぞい。お掃除丸クリーンアップカモン。クリーンアップ開始します。センサー起動完了。お掃除丸吸います。おお、こんなでかいもんが吸えんのか。すげえぞお掃除丸。ありがとうございます。頑張ります。お掃除丸の手にかかれば、祭りやハロウィン、サッカーの試合の後の街でも綺麗さっぱりなのじゃぞ。皆さんのためにお掃除丸頑張ります。こいつが熱心に掃除してるとこ見たらポイ捨てもしにくくなるかもな。そうじゃろう。では最後に絶賛開発中である禁断のハイパワーモードを見せてやるのじゃ。禁断の、外で走らせんのも初めてなのに、そんな嫌な予感がする機能使っていいのかよ。研究室でのテストは980回成功してるので、もったいないと思われるのじゃ。まあそれなら大丈夫か。では行くぞい。お掃除丸ハイパワーモードカモン。お掃除丸ハイパワーモード開始します。音はするが動かねえじゃねえか。おかしいな。不調の時はちょっとこの辺を。セリ。おそ掃除マルルハイパワーモードモードドド開始。なんだ、どうしちまったんだよ。変な音楽も流れてんぞ。大変だ、お掃除マルが暴走した。ちなみにこれはマッサージモード使用時に流れるヒーリングミュージックじゃ。まあ確かに安らぐ感じの曲だが。って今はそんなことどうでもいい。なんで暴走なんかしてんだよ。980何回テストに成功してるとか言ってたじゃねえか。すまんが、蹴りどころが悪かったようじゃ。あ、俺の財布、あ、大事な金が。嘘だろ。おい、どうしてくれんだこの野郎。やめるのじゃ、乱暴犯罪なのじゃ。さんさあきどどどどどうう対象物発見。今
ついに行きます。あ、おお掃除丸、わしじゃ、すーな。もじゃっこ、緊急停止ボタンを。今、ついに行きます。この泥棒猫、その魚返しな。にゃんぞ、ばあちゃん、それに近づくな。今、ついに行きます。早くわしらを出してくれ。さっき緊急停止ボタンとか言ってたな。そりゃどこにあんだい。お掃除丸の底にある蓋を開けて暗証番号を入力し、マイナスドライバーでネジを外すとつっかい棒が出てくるので、そこを。アホか、緊急時に押すもんがなんでそんなとこにあんだよ。もう力ずくで壊しちまうが、いいな。わしの可愛いお掃除丸が。しかしこうなったら仕方ないのじゃ。だがもじゃこ、むやみにボディを殴るでないぞ。アタッチメント部分を攻めるのじゃ。あ、アタッチメント、なんだそりゃ。お掃除丸のボディは米軍も採用しとる特注カーボン製じゃ。まともにやっても歯が立った。コーヒーなどを出す左右の蓋部分が脆いので、そこをせめて葬ってやってほしいのじゃ。さっきコーヒーを出してた左右の蓋だな。わかったぜ。どうしようかな。なめんな。ほら来いよ。ザコが。よし、行くぞ。なめんな。勝てますかね。さて、とっておきだ。プレゼントだ。よし、じゃあ、ほら来いよ。とっておきますよ。やめんなよ。絶対負けない。完了。そこから心臓部のバッテリーを叩けるぜ。なあ、わかった。どうするかね。なめんなよ。頑張ります。は頑張る。
ると痛い目見ますよ。回復。やってみろ。いっぱいになりました。よし、行くぞ。とっておきだ。プレゼント。俺の番か。行くぜ。ほら来いよ。どうしようかな。ザコが。さて。なめんなよ。私の番。してみろ。私に勝てますかね。とっておき。俺の番だな。絶対負け。よっしゃ。行こう。やるか。回復します。舐めると痛い目に見えます。舐めんなよ。見てなさい。よし、実行。なんだ。
お掃除丸が大魔王みたいなこと言ってるぞ。ハイパーハイパワーモードじゃ。モジャコ気をつけろ。はいはい。ハイパワーモードのさらに上を行く隠しモードじゃ。念のため裏コード搭載してたんじゃが、殴られすぎて勝手に実行されてしまったようじゃ。なんでお掃除ロボットに裏コード仕込むんだよ。恨みに出てしまったのじゃ。よし行くぞ。ぶちかまこめ。おっしゃ行くぞ。停止中。ありがたや、助かってるじゃ。とんだ災難だったぜ。大きく設計したおかげで意外と快適じゃったが、大変な目にあったのじゃ。ふう、そいつはくれてやるよ。お互い大変だったね。実用化への道はまだまだじゃな。しかしお掃除丸の課題が判明したぞ。帰ってまた修正するのじゃ。自分が座れたってのに随分立ち直りが早いな。手塩にかけた大切な子じゃからの、目に入れても座れてもへっちゃらなのじゃ。むしろゴミの立場になって物事を考えられるいい経験になったのじゃ。天才と変態は紙一重なんだな。それと投資の謝礼じゃけども、利益を出すにはまだまだかかりそうなのじゃ。だろうな。だから代わりと言ってはなんじゃが、モジャコにはお掃除丸をいつでも破格の値段でレンタルしてやるのじゃ。レンタル宴会芸とかで役に立つじゃろ。他にもコンサルタント AI も搭載しておるでな。きっと役に立ってくれるぜ。では私は早速研究室に戻るのじゃ。モジャコ、感謝感謝なのじゃ。俺の方こそある意味貴重な体験ができたぜ。これからもお掃除丸を応援よろしく頼むのじゃ。アディオス。よいしょよいしょ。作ったロボットに座れる時代は変わったもんだな。なんか忘れてるような。あ、俺の財布座れたまんまじゃねえか。待ってくれ。